はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画なんですけれども、僕らですね、大食いがお世話になっているラーメン屋さんの店主さんがですね、新たにですね、まあちょっとお店を曲がり営業ということで、本日はですね、そちらのラーメンを食べていこうと思っております。早速ですね、着きました。曲がり店舗、こちらの左斜め上24度さんで限定営業されております。麺屋テルズさんにお邪魔したいと思います。で、本日はゴールデンウィーク中なので、通常提供されているデフォルトメニューではなくて、この期間のみに販売している限定メニューをいただいていこうと思います。はい、ということでですね、ただいまお店に着いておりまして、すでにメニュー到着しております。本日ですね、まず1杯目にいただきますのが限定の甘エビ中華そばということで、こちらのね、麺屋テルズさん、通常だといわゆる豚骨魚介の、スープを使ったラーメンを提供されているんですけれども、まあね、このゴールデンウィーク期間中ということで、限定商品販売しておりますので、まあ、早速ね、この出来たて1杯いただきたいと思います。いやもうね、店内入ってからもうすぐね、この甘エビのいい香りがしてたのよ。うわぁ、うまっ。香ばしさがいいね。全く臭みないわ。ちょっとこれ麺いただきますね。ありがとうございます。めちゃくちゃうまいっす、うん、ちょっとね、この炙りチャーシューいただいちゃいますか。これやばいでしょ。もちもち麺合うわ、スープに。もうですね、これ具材最後ですよ。うまっ。じゃあまずですね、本日の1杯目、ごちそうさまでした。甘エビの旨味がね、すごいのよ。でも丁寧にこう下処理されている甘エビなんで、臭みがほぼない。むしろね、エビの香ばしさ、ほんとそこが生きてて最高にうまいわ。飲んじゃう。もちろんですね、こちらの大元といいますか、お店自体はですね、もつ煮も提供してますので、今回いただいちゃいました、こちら。前回もね、僕も動画でいただきました、このもつと牛飯でございます。これうわ、めっちゃうまそう。ちょっとね、2杯目待ってる間にこれもね、出来たていただいちゃいましょうか。あ、やっぱこのもつうめえ。うめえ。お食事中すいません。あ、ラスカルくんじゃないですか。ありがとうございます。こちらですね、サタンになります。うまそう。そしたらですね、ただいま2杯目がすでに到着しました。2杯目にいただきますのが甘エビパタンということで、ね、パタン知ってます？あのね、神奈川に住んでる人だったらみんな知ってると思うんだけど、第一亭さんっていうね、まあ、有名なお店さんで、パタンっていうこうニンニクがね、がっつり効いたメニューがあるんだけど、もうね、このね、匂いっすね。もう、うまそうなんだよ。ちょっとこれもいただきますね。ちょっとね、麺だけでもいけるそうなんで、いただきます。
うん、うん、うん、うまご厚意でですね、もうすでにテーブルにはノンアルいただいてますんで、正直な話言うと、一皿これだけで食いたい、でまた別皿でもう一皿もらってこれと一緒に食いたいぐらい、もうねこの麺丼だけでうまい、ちょっとうまっ、うん、この生のね刻みネギのこの風味がねちょうど合うのよ。知ったらちょっとこの辺りでですね、もうなくなっちゃうので、麺がどっぷりとつけ汁につけていただきます。うん、なるほど、うちのトンギョの酢の、ありがとうございます。今ですね、限定のこの漬け汁以外にも普段ね提供している通常のトンギョの漬け汁もいただきました。でやっぱりねこのメニューしっかりとこの麺に味入ってるんですよ。だからこの漬け汁にはね塩分が入ってないです。風味とかそのスープ、そういった旨味しか入ってないんで、このねしょっぱめの麺とこれ合わさるとこれがねうまいんですよ。うまっ、うん、ちょっと肉飯もこう、うん、うまっ、うわこの限定飯やばい、うん、ああ全部うまくて今日幸せだわ。うわ、そしたらこの辺りでこちらの豚骨魚介の漬け汁もいただいてみたいと思います。うまっ、うーん、どっちも合うな、うん、ちょっとですね今日わがままアレンジしちゃってもいいですかね。こうねパタンの残った具材もねしっかり味付いてて美味しいんで、先にね牛めしの具だけ食べさせていただいて、ここにこううわでここにちょっと卓上のブラックペッパーを加えました。うわちょっとねアレンジ丼ということでいかがでしょうか。またね食後漬け汁をつけた後にこれ飲むと麺のね塩分加わってて、これでもうすでにスープになってるのよ。うわ食後までありがてえ、ごちそうさまでした。具材の方麺の方にしっかりと味がついてて、漬け汁には塩分が入ってないみたいな、そんなねつけ麺ってあんまり見ないような構成なんですけど、そのおかげでやっぱね食後は漬け汁もねしっかりとスープとして飲めるんで、この組み合わせはいいかもしれん。好き。はい。ということで、本日ですね、最後いただきますのは、こちら、冷製コンポタという限定メニューなんですが、ちょっと見えますかね、ここ。ラーメン三浦屋ということで。ちょっとね、まさかの丼での提供ですけれども、こちらね、おしゃれな、もう夏らしい限定なので、早速ね、いただきます。手前が、コーンのペーストなのかな。で、奥に、コンソメのジュレだそうで、これ真ん中から引き上げましょうか。うまそう。
うわ辛みすごい。じゃあちょっとせっかくなんでね、まずは混ぜずにコンポタ側でいただきます。あーうまもううまーうまーうまー、ちょっとジュレの方も、うん、ちょっと早速なんで混ぜましょうか、これ。うまっ。このコンポタの甘さとジュレの出汁のしょっぱさっていうのかな、でフライドオニオンの香ばしさとかもうこれ全部がちょうどいい。ちなみにだけど、まあ、いつもね動画を見てるとなんだ今日全然大食いしてないじゃんって思われるかもしれないけど、1杯目の中華そばが茹で前で 200g で、パタンとこの冷製コンポタが 250g あって、合計でですね 700g 食べております。700って言ったらいわゆる二郎系でも並2杯分以上だからね。ということでですね、締めにちょっとご飯いただきました。ここにちょっと、いかがですかこの締めのリゾット、うまそう。あーうまい。ということで本日はですね、麺屋テルズさんで限定のメニュー3杯いただいてまいりました。うまい、もう本当にうまいわ。こちらのねお店さんは今撮影現在では、完全定休日が日曜日と月曜日ということで、他のね曜日は、まあ、昼営業のみだったりとか昼夜両方やったりとかやってますんで、ぜひですねちょっと気になる方はねテルさんの美味しいラーメン食べていただきたいと思います。で今日はね、いただいてないんですけれども、先ほどもお話ししたようにいわゆるデフォルトのレギュラーメニューに関しましては、豚骨魚介のスープを使ったラーメンだったりとかつけ麺をね提供しておりますので、ぜひ食べに来てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が撮ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらの方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。今日動画で、伺わせていただきました麺屋テルズさん、美味しかったね。まあもともとですね、僕ら大食いの人間はですね、以前、勤められてたというか営業されてたね店舗ではかなりお世話になってまして、みんなねまあ行っていたあのお店の、店主さんだったんだけれども、もちろんこの技術っていうのかな、発想っていうのかな、そういった部分は折り紙付き、美味しかったね。今回ですね、まあ全然違う系統なんですよ以前と比べても。でもねなんかもう完成度の高さに驚愕で、しかも限定もねかなり、スパン
早めにね出してるんだけれども、他のお客様とかからお話を聞いてもどの限定もねすごく美味しいってことだったんで、ぜひですね気になる方はこちらのテルズさんで美味しいラーメン食べてみてください。で今日ですね雑談コーナーということで、またですねちょっと自宅でラーメン作りました。2日間かけてね、てか製麺とか明日するんでそれ込みだと3日間か、ラーメン作りしております。で最近ですねやっぱこの気圧のせいなのか季節の変わり目なのかわかんないんですけど、首肩めちゃくちゃ痛くてですね、もう本当に日によっては首が回らないぐらい、よくねこう張っちゃうんですけれども、このラーメン作りでですね、まあ、こうどうしても寸胴をこう下にね眺めてる時間が多いので首やりました。今首のねコルセットをつけて編集をしておりますが、ちょっとねこれ本当に次の撮影までに、まあ、一日でも早くね直さないと支障が出るので、今ですねコルセット巻きながら湿布貼りながら生活をしております。いやーダメだねもうこれは職業病なのかもしれないけれども、皆さんもですね、この季節の変わり目っていうのは体も崩しやすいですから、体調お気をつけてくださいという、まあ、本日の雑談コーナーでございました。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。